Rear は再び元に後ろになんですが、これが Restore という単語になると回復するという意味になります。イメージしやすいかもしれませんが、再び店Store というのは、例えば足りなくなったものをもう一度蓄えていく、元に戻していく、そうすることによって現状を復帰する、回復するという意味になります。 Restore 覚えてくださいね。